ちは、手話タイムプラスワンの時間です。この番組は滋賀県政に関するニュースや情報を手話でお届けする番組です。今日は万馬由美がお伝えします。今回はトピックスとして5本をお送りします。北方領土問題について関心を深めてもらおうと、北海道根室市から派遣された中学生らが滋賀県議会の議長を表敬訪問しました。県議会の川島隆二議長を表敬訪問したのは、北海道根室市の中学生5人と引率の教員らです。北方四島に近い根室市では、ロシアによる不法占拠が続く北方領土問題の正しい理解と認識を広める取り組みを進めています。滋賀県と根室市ではこうした交流を毎年続けていて、滋賀県からも今年3月に北方領土に関する作文コンクールの優秀者らが根室市に派遣されました。また10月には議長らが根室市を訪れ、市民らと交流する予定です。来年春の大学卒業予定者らを対象にした就職説明会が大津市で開かれました。滋賀ジョブフェアは滋賀労働局や県などが主催したもので、県内企業143社が参加しました。今年も就職活動では学生側が有利な売り手市場と言われていて、主催者としては学生たちに県内にある企業の魅力を知ってもらい、県内での就職につなげたい狙いがあります。説明会では就職活動中の学生たちが企業理念や仕事内容、どんな人材が求められているのかを真剣な表情で聞いていました。滋賀県庁では親が働いている姿を子どもたちが見る逆パターンの参観日が行われました。子ども参観日と題されたこの授業は、親の働いている姿を見せることで親子の対話のきっかけや子どもたちの職業観を養ってもらおうと、県庁職員の子どもを対象に毎年行われているものです。この日はおよそ40人の子どもたちが参加し、お父さんお母さんから毎日どんな仕事をしているか説明を受け、働いている姿を見学しました。参加した子どもたちは、いつもと違ってキリッとしていてかっこよかったなどと感想を話していました。県立琵琶湖博物館の田畑良一学芸技師らの研究グループが、国内4種目となる新種のナマズを発見しました。今回新種と認められた谷川ナマズは、大きいもので体長は50から60センチ、三重、岐阜、愛知などの中京圏に分布すると見られています。日本在来種のナマズはこれまで琵琶湖固有種のイワトコナマズと琵琶湖大ナマズ、そしてマナマズの3種が知られていました。今回琵琶湖博物館の田畑良一学芸技師らのチームがDNA 解析などを行った結果、谷川ナマズが新種であることが認められました。57年ぶりの新種となる谷川ナマズは、9月8日から琵琶湖博物館で一般公開される予定です。
琵琶湖の夏の風物詩琵琶湖ペーロンが今年も大津市で開かれました。今年で28回目を迎えた琵琶湖ペーロン。滋賀県と友好提携をしている中国湖南省から2隻のペーロン船を贈呈されたことをきっかけに1991年から始まったもので、琵琶湖放送などが毎年開いています。今年も大津市の琵琶湖を舞台に県内外から62チームが参加しました。選手たちは直線300メートルにわたるコースで必死にパドルを漕いで船を進め、熱いレースを繰り広げていました。続いて滋賀県立聴覚障害者センターからのお知らせです。皆さんは視覚と聴覚の重複障害者である盲ろう者と出会ったことやコミュニケーションを取ったことはありますか？ NPO 法人滋賀盲ろう者友の会では、盲ろう者と触れ合うことのできる交流会を大津市と米原市の2カ所で同時開催します。日時は9月15日土曜日、昼2時から4時まで、大津市のピアザ大海と米原市の湖北耳の里にて開催します。参加料は無料で、どなたでも参加できますので、ぜひ気軽にご参加ください。交流会についてのお申し込みやお問い合わせは NPO 法人滋賀盲ろう者友の会までご連絡ください。次に聞こえの相談のお知らせです。滋賀県立聴覚障害者センターでは、耳が聞こえにくくなったけどどの補聴器を選べばいいかわからない、日常生活の不便さを補う方法を知りたいなどの悩みをお持ちの方のために聞こえの相談を実施しています。9月の相談日は8日土曜日、今回の会場は草津市にある滋賀県立聴覚障害者センターです。時間は朝10時から夕方4時まで。相談は1人1時間程度です。相談は無料ですが、事前に予約が必要です。お申し込みやお問い合わせはご覧のところまで。いかがでしたでしょうか。それでは次回9月8日土曜日昼12時20分にお会いしましょう。